キクローゼン整理第78回トイレットペーパーの数ストックのしすぎに注意。お宅ではトイレットペーパーを1ヶ月にいくつ使いますか？公園でこの質問をすると、どれくらいかしらと考え込む人が多いのです。トイレットペーパーはなくては困るもの。しかし普段それほど注意を払っていないようです。また年齢が上がるほどたくさん溜め込んでおられる傾向があります。特に一人暮らしの高齢者は災害や急病などへの不安からか押し入れにいっぱいということもあります。これは1973年の第一次オイルショック時のトイレットペーパー不足で困った記憶も影響している可能性があります。生物なら腐るけれどトイレットペーパーは腐らないから、スーパーの安売りの時についでに買っておこうという節約精神もあるかもしれません。ではいざという時のことを考えてどれぐらいの数があれば良いのでしょうか。2013年に経済産業省がトイレットペーパーの備蓄の勧めを出しました。備蓄が必要な理由として、1、阪神淡路大震災において被災者が最も困ったのは食料でも衣類でもなくトイレ不足。2、東日本大震災では被災地のみならず全国的にトイレットペーパー不足が発生。3、トイレットペーパーの約 40% は静岡で生産。東海地震が起こると深刻な供給不足となる恐れ。そこで万一に備え家庭に1ヶ月分の備蓄を進めています。水の備蓄なら1人1日3リットルという目安がありますが、トイレットペーパーはどうでしょう。これが意外と厄介です。まず家族の人数や男女により使用量が違う。在宅時間、つまり昼間仕事に行ったり外出している人とほとんど家にいる人では違う。次にトイレットペーパーの巻きメーター数の違い。家庭用で23メートルもあれば120メーターもあります。またシングルと呼ばれる1枚のものとダブルと呼ばれる2枚重ねがあります。2枚重ねになるとメートル数は短くなります。だから単純にロールがいくつと言えないのです。このような条件を加味した上で各家庭の1ヶ月分の使用量が分かれば備蓄量を決められます。そこで1週間の使用量を調べてもらうことにしています。新しいペーパーを使い始めて1週間、使った紙の芯を残しておきます。そうすれば1週間のおよその数が分かり、4倍すれば1ヶ月分になります。うちは1ヶ月分では不安と思うなら2ヶ月分でも良いでしょう。すると押し入れ一杯あれば何年分に当たるかもわかるでしょう。備蓄は必要ですが、多すぎても使い切れませんし、足りなくても困ります。まずはどれくらい使っているかを調べてみてはいかがでしょう。キクローゼン整理第78回終わります。